皆さん、こんにちは。今回はいつものうねぎ駅ではなく、一つ隣の金橋駅から始めています。それはどうしてなのぜ？どうせウプ主のことだし、経費削減とかじゃないの？理由をバッチリ当てないでください。やっぱり経費削減なんだ。でもどうせウプ主のお小遣いなんだし、経費もクソもないのぜ。っていうかさっきから何ブツブツ言ってるんだよ。自分でもよくわかっていませんが、おそらく目の前に見えている電車のことでしょうか。この距離で編成確認するのは無謀だろ。無謀とかじゃなくて、普通にメガネの度数が合ってない。それで、なんで経費削減することにしたの？理由がいくつかあるんだよね。一つ目は、お昼ご飯が食べたかったから。二つ目は、今度の遠征に備えて貯金を増やしたいから。とりま今思い出したのはこんなもんかな。ウプ主遠征行くのぜ？うん、動画にするかはわからないけど、夏休みあたりに親戚のところに帰省するつもりでね。だからウプ主の携帯の、経路の検索履歴が…霊夢はどうやらウプ主の逆鱗に触れたようだ。充電の減りが早いと思ったらお前のせいかよ。あ、今発車してる奈良駅は SD4 編成だった気がする。それで、昼食を取りたいってわざわざ言うことなのぜ？まあ、昼食を抜くのが当たり前になってたからね。それだから学校の先生に、お前痩せすぎやろって言われるんだよ。全所します。いやほんとだよ。ホームに上がってこれだから、相当ビビったよ。っていうかお前、足細すぎ。マリサもそっち側の人間かよ。大まかに経路を映しておきますね。先に言うと、今回は和歌山線に乗ります。それでは切符を買ってしまいましょう。今回の大回りはうねぎまで、つまり150円の切符を使います。購入した切符はこちらになります。それじゃあ乗車券車でカット。まもなくこのホームに高田方面行きの電車が参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。すみません、マイクを塞いでしまっているので音声が乱れています。っていうか、一人でもこの回収率かよ。とりあえず定位置着いたけど、特に取るものもないので高田到着までカットしました。あれ、ここは高田に着いたところだよ。乗車電突なんだったのか。乗り換える電車まで時間があるので、高田駅構内の紹介でもしましょうか。大まかな構造として、2面3線橋上駅舎を持つ構造となっております。ここが駅舎、つまり頂上の部分ですね。余談ですが、いつもこの器具を使ってスマホを持ち、撮影をしております。
らかにその器具外したからだろ。まあ、レンズが割れたりしてないからいいか。そして改札前には発射灯が設置されています。なお液晶ディスプレイではなく3色 LED の模様。そして発射灯の向こうには遅延情報を出すモニターが。こうして見ると屋根が違うんだな。例えるなら加藤の近郊型ホームデラックスと島式ホームくらい違うね。わかる人にしかわからない例えやめろ。そして映像ではさっき乗り捨てた OG 機が発射してます。霊夢いつの間に復活したんだよ。ウプ主が遅延情報見てはって言ってるあたりから、っていうかウプ主恐怖なことしか起きてない。次そういうこと言ったら編集者の権限使ってやろうかこの野郎。おお怖い怖い。それで改札から左に行くと3番線への階段とお手洗いがあります。この紹介だけで何回 BGM がちぎれるんだろう。それから、改札から右へ行くと1、2番線への階段があります。ホーム上にも発車場があります。どこどこ方面どこどこ行きって案内するんだな。そんでこの駅には待合室もあります。映画館にある椅子みたい。後ほど実際に座ってみましたが、ぐらつきのせいか落ち着かない印象でした。何やってんだよ。まもなく2番乗り場に9時47分発普通和歌山行きが2両で参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。2番乗り場に9時47分発普通和歌山行きが2両で参ります。危ないですからご注意ください。さて、やってきたこの電車に乗って和歌山まで行きましょうか。そういや、和歌山線って一種の地獄って聞いたことがあるんだけど。その一つが上にも出てるしね。ここ高だからでも2時間かかるという。それで、映像が電気管の10分の1くらいしかないんだが。それが、和歌山線の半分くらいは寝てたんだよね。結構乗り物用意しやすいんだけど、案の定和歌山線で酔っちゃって、それ以上体調を崩さないように寝てましたね。まあ、乗り物用意は個人差があるから、全然余裕な人もいると思うぜ。え、まさかここで2時間もいるのか。さすがに厳しいと感じたから隣の車両で座って撮影するよ。なんで隣の車両なのぜ。前の車両のドアが開くからその分人の出入りが多いのよね。それである程度撮影しやすいように隣に移ろうと思ったのですが。え、人多くね。どうしよう、とりまここでいいか。カメラをここに置いてっと。それじゃあ、この前までいただいたコメントに返信しましょうかね。あ、ここで一つ注意事項だぜ。すでにコメント返信をした動画に、さらにコメントをいただくことがあるが、それに関して、最大3つ前のパートまでは大回り本編で返信します。つまりこの動画では、パート2の1までの返信は本編でってことだね。そしてそれを超えた分は、コメント返信動画などで返信していこうと思います。
ご了承ください。あ、でも、コメントしないでとか返信できないっていう意味じゃないので、ぜひコメントしていってくださいね。そして目の前に、私の中ではネタだと思う電車が入ってきました。なんとこの電車、227系を2本繋げた電車なんです。ちなみにどちらも特難ラスなんではない模様。それでは返信していきましょう。一つ目。お久しぶりです。画面が変わって字幕が見やすくなりましたね。鉄道トークで盛り上がるのならコネショーではないと思うのは気のせいでしょうか。これはパート2の2にいただいたコメントですね。コメントありがとうございます。この画面の方が自分の動画っていう認識が湧いてだいぶ気に入ってるんですよね。その列車の詳細が書かれたりするけど本編を小さく表示するのはなかなか見ないので。そしてコネショーの件ですが、動画だから無理やりトークを維持するという方向になってしまっているのがなんとも。所詮鉄オタに口を出させたらこうもなるしな。実際コミュ障を発揮している場面がいくつかありますので、お楽しみに。それは発揮しちゃダメだろ。コメントありがとうございました。二つ目。うぼつです。返信早くてすごいです。近鉄の中央のはマジでびっくりする。7分28秒の役は雪丸っていうゆるキャラですね。こちらは前回いただいたコメントですね。コメントありがとうございます。確かに編集は早いよな。でもあれは、ゴールデンウィークを利用したので、大型連休が来ない限り、投稿ペースには期待されないことをお勧めします。そして近鉄の駆中音、車内デック分には問題ないんですが、車外から撮影してると音割れするし、どうしようもないのがなんだかなぁと。でも火の鳥は駆中音ならないので、新車に置き換われば解消されるのかな。で、私が突っ込んだキャラについて、雪丸って言うんですね。教えていただきありがとうございます。コメントありがとうございました。そして今は吉野口駅に着くところですが、どうやら近鉄電車はいないようだな。そういやウプ主、駅メモやりたいって言ってなかったか。そうなんだよ。この前友達と乗り鉄しに行った時、その中の一人がやっててね。でもネットワークに繋がる携帯がないし、何より撮影ができなくなるからね。新しい端末買えよ。そんな金どこにあるんだよ。っていうか毎月金払わんとダメやん。ということで、高校生になるまではできなそうです。それと、このシリーズは私が中学を卒業したら終了にしようかなと。それはどういう意味なんだぜ。今の間は行動範囲も狭いし、何より試験的要素が強かったので、グダグダになってる場面もあります。それを解消する、つまりリセットするという意味合いで、シリーズを分けようかなと思っています。つまり、今は鉄道旅ゆっくり実況として動画投稿をしていますが、〇〇が行く鉄道旅行みたいなタイトルとし、動画方式も大幅に変更するということです。なので、キャラクターを増やしたりも検討しています。ということで、次のシリーズのタイトルを募集しようと思います。ここに関してはまた別動画を上げますが、先に視聴者さんに考えてほしいなと思い、お知らせしました。まあだいぶ先のことだし、詳細は冬休みあたりにでも。そんなに先の予定を立てないでください。だいぶ話がそれたからまとめようか。今やってる鉄道旅ゆっくり実況は中学卒業をもって終了し、そこから先は別シリーズとして動画投稿を再開いたします。また、後日シリーズの構成に関係する募集を行います。とのことです。ちなみに年齢は言ってないので、シリーズ終了まで内緒ということで。それでは尺がギリギリなので、一旦動画を切りましょうか。ということで皆さん、ご視聴ありがとうございました。